はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15パート4やっていこう。前回はテントで終わって寝なかった、テントで終わらなかったので、食事を取ろう。お帰りなさい。本日はどちらをご用意いたしますか？あんまりちょっと高すぎるもん食ってもあれだから。この魚食べよう。かしこまりました。いただきます。リアル。さあ能力ついた。お腹空かせて帰ってきてね。あ、イグニスは今回ひらめかない。そうそう、この人、停戦協定に合わせて、ね、行われる結婚式のため、一行は隣国アコルドを目指す。新聞記者ディーノと取引して船を流通してもらうことになった。だからね、対価として宝石の原石持ってこいってことになったから、目的地もこう道中だね。じゃあレガリアで行くか。でついでで助けてやった猫は5万月。あ、車乗ろう。さてレガリア、オートドライブで、あ、秘密の対価。今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。さてじゃあ短い時間だけど、またちょっとサウンドトラック。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。まあんな乗りの方が楽だわ。あんまりサウンドトラックの種類もあるわけじゃないんだな。でも13の楽曲好きだったよ。さあ到着。多分な。探してみるか。で行くか。さて今魔法は装備してないけど、双剣があるんで双剣も使っていこう。ここにテントを建てれる。採掘場？向こうか。ちょっとその前にテントの場所を確保しとくか。なんかアイテムも落ちてるね。で、エーギル。で、モンスターがいるな。倒してみるか。ほい。あ、強い強い。調子いいじゃねえか。まあな。どうだ。ここまでだ。これ装飾だから敵対はしてくるわけじゃないのか。マサムネ。プロンプト。よし、勝った。決まってよかったな。マサムネも強い。さて、さあ見かけたらエレメントも吸収してテントの場所も OK だね。キャンプにするか。飯は食ってきたから、じゃあ採掘場付近に行こう。結構すげえとこにあんな採掘場。天然のアーチ、折れそうなところがあるね。ん？あるけどこれ下じゃないか。向こうか。おお、なんかある。へえ、綺麗な色してんな。銀の粒。
あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。なんじゃこりゃ。おお、でっけえ。え、起こすなってこれ。前通るしかないよね。後ろ通れないもんな。そーっと。こんなん襲われたら勝てんぞ。召喚獣、うわ。もっとゆっくり。いけるか。これだこれ。おセーフ。ゲット。なんでこんなところに巣が。このまま下降りをした。よいしょ。え、仲間がバレた。逃げれる？おお、飛んでった。飛んだ、飛び去った。あ、どっか行っちゃった。あのまま上にいたら襲われたな。あ、でも原石取ったことだし戻ろう。ああ、いいなその車。さて、準備はできているか。あ、行こうか。戻ろう。あ、ファストトラベル。あ、代金支払ったらファストトラベルできるんだ。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。さて、これでいいかね、Dの。いやー綺麗だね。猫まだいるし。ん？誰かいるぞ。スタッフじゃない、ただのおじさん。スタッフはこの人。ガーディナにようこそ。チェックインしないのか。別に俺はテントでもいいぜ。え、ここ寝泊まりできそうなとこあったっけ。あるんかい。ここに泊まればよかった。いらっしゃいませ。高い高い。かしこまりました。1万ギルもした。ウナフレーラ様が作ったシルベなら大丈夫って言ってたよ。子供に農塾は早い。さあ持ってきたよ。よく食べたわ。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど。宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。んで、乗船手続き。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。今日は船が出てないんです。出発準備できたって。準備は、この先当分引き返せません。サブクエストとか全部余ってるけど、まあメインストーリー進めていきたいんで OK。 マジ早いな、船が来んの明日だよ。明日？ホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。
あ、止まっちゃった。さあ、レベルが10レベルになった。写真はほとんどない。なんだこれ。引き捨てならないな。それはどういう意味だ。これはレアだな。保存しよう。あ、おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。まだいまいち状況が飲み込めていないノクト。オリティシエ行きの船を待つ一行のもとにとんでもないニュースが飛び込んできた。王都陥落、国王陛下が死亡。新聞記事の真偽を確かめるため4人は急ぎ王都方面へと引き返す。インソムニアのゲートに向かう。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。
ざけやがって。何が停戦だ。もうご存知の通り、つまりその王都陥落と国王陛下死亡という内容が映画の内容です。でけえのが飛んでやがるぜ。帝国機動戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。ん？あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。シティオブインソムニア。インソムニアが見える丘を登る。もう少し行けば王都が見える場所に出るだろう。丘を登ろう。ん？帝国軍、このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。オッケー。停戦もなんもねえからな。てめえ！それ！ほっ！いや！もらった！とりあえず！とりあえず！さあ、どうだ！まだいる。もうこの辺一体帝国軍がいるんだね。かな、もう一人まだいる。帝国軍はね、基本的に窓が栄えてるところの兵士なんて銃とかを主に使ってくる。人造兵乗せてる飛行機の音ばっかりする。どんだけ送り込んでやる。中はどうなってんの。丘へ上がろう。ボートが見えるはずだ。終わりそうだ。銃に当てられる。かわしてマップシフト。お、魔導兵だ。容赦なく攻撃して。テンペスト。OK。 お、ドレインランスゲント。については、今回の事件を受け、当面の凍結が発表されました。
また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。もしもし、コールか。無事でいるようだな。どうなってんだ今。どこに。外だよ、そっちに戻れない。ああってなんだよ、なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは。王子が死んだってどういうことだ、説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ。陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。ああ、将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は。